おはようございます。宮崎は速研スタジアム。いいお天気の宮崎ですね。現状ね、日も差してまして、暖かいんですが、予報では、今日の午後、夜から、気温がどんどん下がっていくという、ことです。今日から第4クールがスタートしまして、もういよいよキャンプも後半に入ってきます。さあ、今日のメニュー表、こんな感じで出ておりますが、まずピッチャー陣、ずっと寄っていきますね。このピッチングというところ、ブルペン、能見投手、比嘉投手といったあたりが投げますね。黒木投手や長薬投手も投げる、K 鈴木投手の背番号も見えます。ということで、あと、そうですね、こういった守備総合であったり、ピッチャー陣が連携プレーにも入ってくるということ、実際にこう投げてということになるんですね。ピッチャー陣も守備練習に入ったり、総合練習に加わるということ、ブルペンピッチングだけではないということですね。で、野手陣もご覧のような感じ、こんな表が配られます。で、より実践的なですね、守備総合、ここはみんな守備についてということになると思うんです。で、午後になりますと、バッティング練習などが行われます。はい、というわけで、そうなんです。もうキャンプも後半に入ってまいりました。もう僕の宮崎滞在も半分過ぎましたね。ここから実戦も入っていて、どんどん早くなってくるんですが、さあ、今日からは、このオリックスのキャンプ中継は解説、野田浩二さんで、今日から3日間お送りすることになっています。今日は、今はいいお天気、ちょっとこの後が、ちょっと怖いんですけどもね、寒くなるという予報です。それでは、今日も一日キャンプ中継頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうしよう、ダウン返しちゃったんだけど。